アメリカの FRB ・連邦準備制度理事会は18日、FOMC ・連邦公開市場委員会を開き、政策金利を0.5ポイント引き下げました。利下げは4年半ぶりで、通常の2回分となる大幅利下げとなります。政策金利の誘導目標は4.75%から5%の間に引き下げられました。声明文では、 インフレ目標の2%達成に向けて、さらなる進展が見られたとしつつ、労働市場の原則を前回よりも強い表現で指摘し、パウエル議長も会見で、こう強調しました。We know that 同時に公表された2024年末の失業率見通しも4.4%と、前回6月時点から情報修正するなど、FRB が労働市場への悪影響をより意識していることが示唆された形です。政策金利の見通しの中央値は、2024年の年末で4.4%と、前回6月時点の見通しから下方修正されました。 年内ににあと2回利下げが行われる計算になりますただ、今後の利下げについてパウエル議長は、急ぐ必要はないと述べ、緩やかなペースになるとの認識を示しました。